中国自動車道女子中学生手情報知事件は2001年7月24日に兵庫県神戸市北区の中国自動車道で起こった事件。水体期前の様子2001年7月24日午後10時36分に中国自動車道の神戸市北区の下り車線を通りかかったトラック運転手が路肩付近で車線を塞ぐようにうつ伏せに倒れている。 人らしき物体に気がついた。現場から10メートルほど先に車を止めて確認すると、血の流れる跡が見えたため警察に通報した。通報している最中に10トントラックが被害者を引いて走り去った。その後、運転手の仲間に発煙筒を持ってこさせ、現場の先に置いたという。約1時間後に救急車が到着した時には、被害者はまだ存命していた。 担架に乗せられる際に両手にシルバーの鉄製手錠がはめられていたのを運転手らが確認している。被害者は大阪府大阪市東淀川区に住む12歳の女子中学生で4人指定の次女だった。病院に搬送された被害者は心肺停止状態で動向も開いていた。また頭部や顔面は血だらけで体のあちこちに作家症があり、 特に背中から尻にかけて皮膚が広範囲に剥離している状態だった。また、後頭部が割れており、頭蓋骨骨折及び脳挫傷で、大腿骨は原型がわからないほど複雑骨折していたという。病院では懸命な治療が行われたが、25日未明に被害者は失血死した。同年9月8日に被害者に手錠をかけて監禁し、 高速道路上に放置した疑いで中学校教師の F が兵庫県警によって逮捕された。F は手錠マニアで女子中学生やレイプ行為に執着する正当作者であった。F は警察の取り調べに対して被害者が中学生で嬉しかった。10代半ばの女性を援助交際の相手にしたかったと供述している。7月24日夜に F は ツーショットダイヤルを通じて、被害者と知り合い、JR 水田駅前で、被害者と落ち合った。F は、被害者を、ワゴン車に乗せ、宝塚インターチェンジから、中国自動車道に入った。途中、F は、後部座席に乗っていた被害者に手錠をかけて、催涙スプレーを吹きかけた。神戸市北区に差し掛かったあたりで、被害者は、手錠姿のまま後部座席のドアを開け、 時速80キロメートルで走っていた車内から飛び降りた。F はすぐに被害者の転落に気づいたが、そのまま逃げ去った。また、被害者を引き逃げした疑いで9月25日から事情聴取を受けていた鳥取県在住のトラック運転手が9月30日に聴取の合間に自殺した。裁判で検察側は援助交際ではなく、 最初から暴行する目的で女生徒を監禁し、この女子生徒が社外に落下したことを認知しながらも自分の保身を優先するあまりに現場から立ち去っており殺人罪に匹敵する重罪として被告人に懲役12年を求刑した。対して被告人の弁護側は監禁しようとした事実はあったにせよ女子生徒が車から飛び降りることは 被告人の想定外で、しかも死は、後続者にあるのだから過失致死や殺人と、同レベルの重罪は、あまり酷である。援助交際をして、金銭を得ようとしていたことなども判断すれば、責任は死んだ。女子中学生にも存在するとして、検察側に反論した。判決では、弁護側の主張が採用され、2002年3月25日に、神別地裁は、被告人に、 懲役6年の実刑判決を言い渡した。検察側は量刑を不服として大阪高裁に控訴したが、大阪高裁は2002年11月26日に一審の懲役6年という判決が軽すぎるとは言えないとして、第一審の判決を指示し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。被害者の家庭では生活保護を受給していた。 被害者は父親から虐待を受けており、2000年夏に3歳年上の長女と共に児童相談所を訪れて、11月から別々の施設に預けられていた。友人の話によると、被害者がテレクラやツーショットダイヤルにのめり込むようになったのは2000年の6月以降である。父親はアルコール依存症で評判は良くなかった。また、 光伝を持ってこない記者に対しては取材を拒否するなど記者たちの間でも評判は極めて悪かった。また被害者は金をもらって父親と性行為をしていると被害者の妹に話していた。ありがとうございます。